はい、久方ぶりな領事レディオであります。今日は12月の28日で、まあ寒くなりましたよね。もう僕がね住んでる青梅なんかは、朝とかはもうね、すげえ高さの、霜柱がね立ってて、もうほんと冬ダメなんで、ねえほんとやだなんかサーフィンやり始めてからあの冬がねほんとダメで、もう、夏がいいなやっぱり。そんなわけでね、今日はねまあいろいろなんかやろうかなと思ったんですけど、ね、前々からちょっといろいろやってみたかったのがありまして、まあうちは一応ね、ミシン踏みのバラットなんで、まあ自分の仕事とかライフスタイルにこう関連したね、話をねしたいなと思って、でまあなんだろう、僕は意外と都市伝説とか不思議な話とかが好きで、でなんか自動車にもそういうのないかなと思って、ふと思ったらなんか自動車の都市伝説なんか面白いなと思って、でなんかねエンブレにまつわる都市伝説とか、なんかこう車の製造にまつわるとかね、いわくのレース、GTR とポルシェがやり合ったやつとかね、富士スピードウェイで、なんかそんなのないかなと思ってて、でまあなんか手っ取り早いのはやっぱりエンブレムかなと思って、でまあ有名どころはね結構ありますよね。なんだプランシングホースのフェラーリと、ファイティングブルのランボルギーニの関係とかね、あのエンブレムの意味とか、あと BMW のあの白と青のこういうね、格子柄というかチェックっぽいあのね白と青のエンブレムの話とか割と有名だと思うんですけど、でね他になんかないかなと思って、今回はね、その。エンブレムいろいろ探してたらなんかちょっと都市伝説っぽいなと思うのが一個あったんで、明日使える自動車都市伝説、アルファロメオエンブレムの謎、まあ謎か。アルファロメオのエンブレムってまあ車好きな人は見たことあると思うんですけど、あれでしょってみんなあると思うんですよ。こう赤い十字と、右側に蛇だか竜だかがいるやつで、でそれがこういう縦型の中に入ってるっていう、割とみんなあれねって思うと思うんですけど、でね、あれはまあ単純な話、赤い十字の方がアルファロメオの本拠地がある、ミラノで、ミラノのシンボルマークが赤い十字で、もう一個のあの蛇だか竜だか、まあ2説あるみたいなんですけどね、調べた話だと。で蛇の方は当時ミラノのもうこう権力を絶大な力で牛耳ってた、まあ、貴族がいて、ビスコンティー家っていう貴族がいて、でそこの紋章が蛇だったみたいで、でまあそのミラノ本拠地にしてて、ビスコンティの多分まあ息もかかってたのかな、でその2つを組み合わせたエンブレムを、まあ、メーカーが採用してると。でね、割とまあその辺ぐらいまではうろ覚えで知ってる人がいるかなと思って、このぐらいまではね僕もなんとなく、聞いたことがねあったんですけど、あのエンブレムよくよく見るとね、竜だか蛇だか分かんないですけど、まあ蛇なのかな、大蛇、後の話から察すると多分大蛇なのかな、大蛇が人間を加えてるんですよ。いや本当にここからは僕も調べて、まあ、こうやってちょっとねメモ取って一応調べてきたんですけどね、あれねよく見ると本当キース・ヘリングの人形みたいな人を加えてるんですよ、蛇が。ちょっとここの辺からね、
都市伝説感出てきますよね。なんで蛇くわえてんだと、うん、であれまあそこら辺もね調べていきますと、そのね当時そのビスコンティ家がその紋章蛇の紋章を使ってて、でビスコンティの、そのなんていうんだろう伝承で、そのねミラノの森に住んでる人食い大蛇を、ビスコンティの先祖がやっつけたと。でそれを、まあ、讃えて、その一族の貴族の門にしたから、まあ、人を加えてる、その大蛇がね人食い大蛇だったから人を加えてるっていう説で、もう一個は食べてるんじゃなくて人を吐き出してんだと。でなんかそれは、その大蛇が加えが人を吐き出すことでそのなんか浄化されて人が出てきてるから、まあ、再生とか復興とか復活浄化なんかそういうような意味合いで、人をね加えさせてるんだっていう説があるんですけど、これねこっからが結構ちょっとねあ都市伝説感あるなって思ったのが、そのねミラノで強大な権力を持ってたそのビスコンティ家っていうのが随分遡る話なんですけど、1210年から1276年に、いた人物で、このビスコンティ家にねいた人で、テオバルド・ディスコ、ビスコンティ、テオバルド・ビスコンティっていうね人がいて、でこの人何者だっていう話なんですけど、実はこの人ねこの後、ローマ教皇になる人なんですよ。すげえ話がいきなりでかくなりますよね。俺もこれ調べててマジかって思ったんですけど、ローマ教皇ってまあキリスト教徒の総本山のバチカン市国のもう最高権力者ね、ローマ教皇、まあ、なんとか何年か前にね生前退位してすげえ700年ぶりの退位かなんかで話題になりましたけど、あのローマ教皇を、まあ、輩出してたビスコンティ家が。ってことは、まあ、キリスト教徒の総本山の最高権力者最高権威が出てるそのビスコンティ家っていうのは、まあ、要するにキリスト教徒なんですよ。で実はその蛇が加えてるあの人間は異教徒、当時異教徒であるイスラム系のサラセン人を飲み込んでんじゃないかっていう話なんですよね、うん、でね俺は思うにこっちじゃねえかなと思ったんですよ。なんかちょっと話聞いててというか調べてて、うん、でなんかまあ十字軍の遠征の際にねそのビスコンティの遠征行ってる時に使ってた紋章に蛇使っていて、で相手が異教徒であるサラセン人だったから、そこにまあこう何ていうんですかやっつけてやるぜっていう意味を込めて人を食わせてたっていう説もあるんで、まあおそらくねこれはなんか。そうなんじゃないかなと思って、なんかねその方が腑に落ちたっていうか、でいてなんかやっぱりアルファロメオってものすごく歴史が深くて、なんかそのエンブレムの中にそういうね宗教同士のなんかこの争いの歴史みたいなの盛り込まれてて、でねほらあのポルシェのエンブレムも羽馬のマークがねこうシュトゥットガルトの、紋章の脇に羽馬のマークが入ってて、あれってフェラーリのマークじゃねえかっていう話なんですけど、あれもまあ結局のところ戦争が関係しててあの紋章エンブレムになってるんで、なんかそのエンブレムにねその歴史をすごい織り込んでって、さらなるそのなんて言うんだろうメーカーとかその自分らの歴史の繁栄をこう願うんじゃなくて、そこでもう一歩こう前に出ようとするっていうかね、それを戒めとしてなんか残しつつ次へ進もうっていうなんか姿勢が
あった方がなんかすごい今も残ってるメーカーだなっていう気がするんでね、なんか僕はねこっちじゃないかなと思いましたね、見ててね。まああの信じるか信じないかはねあなた次第。うん、でさっきなんかYouTube のコメントに超面白いのが入ってて、え、こいつな、この人、こいつだって失礼しました、この人何って思ったのが、りょうじさんってやりすぎ都市伝説出てますかっていうねコメントが入ってて、いや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 好きだよ、都市伝説とかオーパーツの話とかねめっちゃ好きなんだけど出てはない。うん、なんだろうな、関さんと俺を間違えてんのかな。うん、まあでもね都市伝説はねほんと好きで、小学校の5、6年生の時とか、の図書館行ってね、本を借りるわけですよ、都市伝説系の本を。なんかねツングースカーの大爆発とかね、なんかオーパーツの話ばっかり出てるなんか不思議な本とかね、あの読んでてね、で何回も読むからあの貸し出しカードの裏の名前書く欄がほとんど俺だったりとかしてね、俺そういうの結構好きなんで、うん、まあ都市伝説はね好きですね。うん、まあ、ちなみにそのね、1920年代から1930年代ぐらいにはそのアルファロメオのレース部門になんとあのフェラーリの創始者エンツォ・フェラーリが、メカニックとして技術者としていたらしいですどうやら。うん、でなんか後にねそのレースで、フェラーリの方がもう圧倒的に勝つようになっちゃってた時に、まあエンツォは私は自分の母親を殺してしまったっていうね名言を残したとか残さないとか、信じるか信じないかはもういいか、っていうね感じで、なんかこういうまあ自動車のバックヒストリーってね僕すごい好きで、フェラーリだとね D のフェラーリの話とかねものすごい好きでね、それはもううちの親父にすごい、聞かされてて、未だになんかこうそれ聞くとねもうあーって思っちゃって、なんかこうねあのベイビーフェラーリって言われててね、あの車だけはフェラーリのエンブレムが入ってないとかね、すごい粋な話がいろいろあってね、面白いですね。あとそうだな、まあアバルトの話なんかもね本当かよそれみたいなレースでの話とかいろいろあったり、なんかこうやっぱ車を取り巻くそれ本当かよみたいなね話の中にはなんか本当ロマンのある話がいっぱいあって面白いなと思って、でまあ今回ね調べた中でもいくつか僕の知らないエピソードなんかもいろんなメーカーであったりして、まあなんかうちのチャンネルっぽい題材なんでね、今後もなんか面白そうなのあったらまたそれを題材に喋ってみようかなと思っております。でまあ今回からこうね見たら分かると思いますけど、小道具をねいろいろ仕入れまして、ラジオっぽくね、でなんかちょろちょろ調べたら YouTube でそのなんだ文字しか書いてないテロップだけ出してあとは生声で喋ってるみたいな、この動画と静止画の中間みたいなやつがなんかこうバンされるかもしれないみたいな話を聞いて、で、まあ、弱小中の弱小なんでうちのチャンネルはまだなので、あそっかそれはまずいなと思って考えた末にですね、こういう小物を買って置いて、カメラからこう定点的に撮りつつ喋るっていうスタイルにしようと思って、でこれだったらね僕も好きだったラジオ業界っぽいこともできるから、まあ、いいなと思ってね、でこれ実際こんなんね繋がってないですかねいやね繋がると思ったんですよ自分の携帯に、ただね繋がんなかったんだよね、だからもうなんかちょっと繋がってる体でねこのねマイクとか買ってみました。これちなみにねヤフオクで1円だったんですよ、これ送料1580円かかりましたけどね。ねえ、これが1円ですよ、1円。もう信じられない、本当に。こっちがね、2500円ぐらいだったかな。これはメルカリです。まあね、そんなわけで。いやでもね、面白いですよね。アルファロメオのエンブレムにまさかね、こんな都市伝説が。というわけで、まああんまり長くやってもあれなんで、
ね、今日ね、そうやりすぎやってるんですよね、都市伝説。これから見ようかな。あの関さんは一体どこまで行くんですかね、あれね。なんかまた今回は人類を作ったなんかすげえやって出てきたみたいな話をちらっと見ましたけど、まあ明日あたりからまたあの YouTube でね、なんだろう、あのテレビ画像を引っ張り出してくっつけるだけの人たちがいっぱい出てくると思うんでね、あの楽しませてもらおうかなと思っております。まあそんなわけでね、明日使える、自動車都市伝説アルファロメオのエンブレムの謎編でした。次はね、何やろうかな、ちょっとネタ仕入れとくんで、まあ楽しみにしていただけたらなと思います。あ、そう、うち一応ねあれですよ、あれですよ、なんだ、チャンネル登録者が昨日700人を超えて、いやびっくり。あのこんなね、ただでさえ僕らのこういうなんか技術系っていうか、ね、製造してる人とかなんか店の PR 的に動画作ってアップしてる人ってごく一部のすげえトップランカー以外っていうのはものすごい、もうなんかどんぐりの背比べ的なね、再生回数とかチャンネル登録者の中、6月の末から始めまして半年で、700人を超えることがねできました。本当にありがとうございます。いや意外と300人ぐらいからねバーッと伸び出して、コメントいただけたりとか、まあ結構初回の頃からメッセージいただいたりとかして、質問とかもねもらってて、すごい反応あるなと思ってたんですけど、まあチャンネル登録が700人もねいくとは思ってなかったんで、本当まあ地味ですけど今後とも続けていこうと思いますんで、いろいろまたコメントとか、評価とかしていただけたらありがたいです。そんなわけで、今日のラジオはここまでにします。ではまた。